事件直後の趙務副大統領、趙務副大統領暗殺未遂事件は、第一共和国時代の韓国副大統領だった、趙務が、1956年9月に狙撃を受けた事件である。1956年5月に行われた第三大政副大統領選挙では、政大統領選挙では、李昌晩が再選されたが、副大統領選挙は野党である民主党の趙務が、 当選した。この結果、政府大統領が異なる政党から選出されるねじれ現象が生じた。当時の憲法では、大統領が死亡したり職務を遂行できない状況になった場合は、副大統領が自動的に大統領職を引き継ぐ規定であったため、恒例の李承晩大統領が死亡した場合、野党の長務副大統領が大統領に就任することになるため、 副大統領に、趙務が当選したことは、与党自由党と李正万にとって、不愉快気はあまりないことであった。そのため、政府幹部と与党幹部は、趙務副大統領を排除する策略を、企てるようになった。1956年9月28日午後、民主党第3回党大会に来賓として出席した趙務副大統領は、 演説を終えて退場しようとした直後、退役軍人によって狙撃された。幸いにも、蝶津は軽傷を負ったのみで事なきを得、犯人もその場で逮捕され、犯人のその後の自白によって、事件黒幕として、現職警察官と別の共犯者2名が逮捕された。事件後に行われた国会の特別調査委員会では、治安局特殊情報課長、 ソウル特別市警察局射殺課長など、その他多数の警察幹部が事件の背後におり、彼らが事件を裏で操った疑いを強めたが、裁判では共犯者2名と実行犯の死刑が確定したのみで、それ以外の人物への追及はなされなかった。しかし、死刑判決を受けた被告たちへの刑執行が4年も延長される中、4月革命が起こり、 李正万政権崩壊後に行われた再審で、事件は上層部にまで拡大することになった。その結果、全ソウル市長、事件当時の内務長官、治安局長などが逮捕された。そして1961年7月13日、王ポインは2名に無期懲役、もう1名には懲役15年を宣告したが、刑期が満了する前に、軍事政権の特赦で釈放され、 死刑囚であった三名も死刑を免ぜられ、結局全員が釈放された。ありがとうございます。